モジュラーレコーディングスはオーストラリアのレコードレーベル。スティーブ・パブロビッチによって EMI との合弁として設立されたが、現在はユニバーサル・ミュージックが株式の半数を保有し流通を行っている。2004年にはニューヨーク、2005年にはロンドンにもオフィスを設立した。モジュラーレコーディングスからデビューアルバムをリリースしたザ・アベランチェス1998年。 シドニーでプロモーター業を営むパブコとスティーブ・パブロビッチによって設立された。最初のリリースは同年末のリビングエンドの同盟のデビューアルバムとベンリーのブリージング・トルネードーズであった。いずれのアルバムも成功を収め、ザ・リビング・エンドはオーストラリアの音楽市場で2番目に高い売り上げを記録したロックのデビューアルバムとなり、ブリージング・トルネードーズはアリア・ミュージック・アワードの アルバムオブザイヤーにノミネートされた。続いて2000年にリリースされたザーバランチーズのシンス、アイレフというは極めて高い評価を獲得し、アリアアワードに9部門でノミネートされた。ためインパラ過去に在籍したアーティストも含む、ありがとうございます。